じゃあ、ね、結構まだまだこの後も出演者いるんで、はい、はい、入ってますよ、全然。紹介します、元近さんです。サムクックテイストハンターっていうね、ブログをやってて、ほんで、サムクックボットの中の人です。そのブログの中でね、サムクックのサムクックみんな好きやけど、ようがやったらそのサムクックが住んでる町とか、ようが知らんやんってね、それを、まあ言ってないけど、Google Earthで調べてた。それを言ってないんですけど、そういうことです。そんな予算がないんでね。まずは、まずは、まずね、やっぱりサムクックが生まれた時、じゃあ、あんまり見えへんから、前の方来てない、前の方、前の方、小さいわ、遠いな、どこ、ブラックステーブル、サムクックが生まれたブラックステーブル、見えへんかった前来てやシカゴやと思われてるかもしれないですけど、クラークスデールいうとこなんでね。クラークスデールは何州でしたっけ？ミシシッピ州。ミシシッピ州やから、はい、南部。でもだいぶ前のやつですよ。そうそう、だあとね、10年前ぐらいに一回ちょっとブログの方で紹介させてもらったんですけど。10年前ですよ。もうほんま10年以上前からサムクックスデールやってて。そうそうそう。でも、またちょっと変わってたりとかするんで、そうそう、サムクックが生まれたら、歌ね。何でしたっけ、川のそばで I was born I was born by the river Love you でしたっけ、いや、ね、ちっちゃいテープだ、Love you まあまあ、いや、ね、よかった、リバーが川のほとりでちっちゃいテープで生まれたっていう、そうなんですよ。で、サンフラワー川っていうのがこの真ん中に通ってて、そこのテントで生まれたって言われてるんですけどもどうテントですか、ちょっと見えないですね。まあ適当でいいですわ。これ真ん中にこうやってサンフラワー川いうのが走ってて、でここにテントがあるんだけども、テントがあるんだけどもって変な話で、サンバさんに取り上げられたんですわ、サンフラワーがね。取り上げられた。そう取り上げられて、でも実際はちょっと順番があるかな。実はチャンスと、まあ、クラックスデールっていうのが有名なのはクロスロードですよね。そうクロスロードっていう、ね、ロバート・ジョンソンが十字路で魂を売ったっていうね、皆さんご存知の、それがクラックスデールな。それがね、そこでサムクックが生まれたと。そうそれが61号線と49号線っていうところが、交わってるここにあるんですけども、こういうギターのねモニュメント、これ見やすい、見えますね。こういうのがモニュメントがあってっていうのがあって、まだ三国の聖域行かないですけどね。でも三国はそういうクロスロードの街で生まれたってことですか？そうなんですよ。で、生まれて、実はそうなんです、都会っ子やと思いきや、思いきやそこで生まれて、で、この川のほとりにね、実はリバーサイドホテルっていうところがあるんですよね、このホテルありますね。まあ、サム・クックもね、売れない時からソロデビューする前にこのリバーサイドホテルっていうところによくよく行ってたんですよ。何でなんですか？やっぱりブルースマンとか、ライブみたいなのやってたと。いやいや、泊まりに来てね。泊まりに来て、有名人がそこのホテルみたいなもん。マディ・ウォーターとか梅田でいうたホテル関西に有名人泊まるのやん。わかるよ。ほんま、あいつしか分かってないけど大丈夫だ。そう、まあ大阪で梅田でいうたホテル館みたいなのがこのリバーサイドホテル、おじさんがね、だから、この紹介時代のサムカップは管理人誰例え言うた方が大阪で分かりやすい。そこが病院だったんですけどもホテルになって、こうサムクックの部屋っていうのもできててね、こういう感じでね、でこの人管理人管理人しか入ってこない。Google Earth、 そうそう、 Google Earth で全て Google Earth、 そうそんなもわかる。でマディウォーターズの部屋とか、どんだけ考えてる、全て飛んでるな。でそこにね、クラックスデールのなんだこれ、ご順番がちょっとテレコンになってるけど、サム・クックも事故してここ、ああ、ね、はいはいはい、で怪我したっていう写真なんですけどね、交通事故、これもグーグラフ、これはグーグラフ、これはグーグラフじゃない、ネットでもなかなか見れない画像なんですけどね、実はみんな気づいてないけど、実は今日表にナッシュビル・ルイスの表にあったサム・クックの写真
本塚さんが eBay で落とした生写真です、だからあれむっちゃ貴重なんですよ。あれ持って帰られたらむっちゃ高いから、あ、いや持って帰られたらしたよ持って帰られたら一人さ出てて急に、いやいやいや、あれむっちゃ高いやつだからね。タイミング100点やもん。いやいや、ほんま、いや、そんぐらい、ほんまびっくりするぐらい、海外のコレクターと競り合ってる人やから。ちょっと何喋ろうか忘れたから。何を喋ろうか。これ、まあ適当に、これ三国のお母さんなんですけども。インディアンに似てるって言われてるから、こう肩にこうかぶせられてね、あのストールみたいなかぶせられて、三国にインディアンっていうあだ名がつけられたっていうやつですね。こう三国母やもん。もうちょっとどんどんいきますよ。どんどんいった方がいいです。一応あのケツはありますからね。これがね、クラークスデールのその三国の世紀なんですけども、見られました？前見られたことあります。そのクラークスデールがここの中心部だとしたら、三国の家っていうのはこの辺なんですよね。でだいぶ離れてるのに、生まれたのは川のそばとか言ってるんですけど、生きてる。これなぜか言うて、そうそうそう、今生きてるわけじゃないけど、何なんですか？水道がなかったんですよ。ああ、このね、だから政権にはその水道取り上げるときは水のそばに行かなかった。そうなんです、そうなんです。こういうことは生きてないじゃないですか。そうなんですよ、全然もう本当キリストのようなね、馬小屋でみたいな感じで、で今の、まあ、これポーチがあって、裏にこのピーカンの木っていうのがあるんですね。でこのピーカンの木の枝を折って、こう三国旗12個ね、うん、地面にこう立てて並べてね、それを観衆と見立てて歌を歌ってたっていう、ね、少年時代から、うん、ジャイアンで、そうなんですジャイアンみたいなジャイアンは木じゃないから、これがほんまに人間を集めてたから。今の家なんですけども、ちょっと見にくいですけども、まあ、ちょっともう別に2階建てになってないし、もう1階のままでちょっと綺麗に、あ、場所はここへ行けると、一緒に変わらずでね、なっているということで、嫌や行ったんですか？ここ行ったんですよね、Google Earthで。Google Earthでね、これね、よく見ると思うんですけども、サムクックの幼少期の写真なんですけども、これどっちがサムクックか分かります？知ってます？いやいや、こっちが一応三国やって言われてるじゃないですか。そうそうそう、そうなんですよ。上でしょ、絶対違うでしょ。上だ、これ何 MC 国なの？そうなんですよ。嘘やん、ほんなら。だからピーター・ベラルニックの、あれも、あのなんか DVD も、そうそう、出てるのが、これやん。そう、LC 国。俺めっちゃこれやと思ってたの。で、この間のドキュメンタリーね、今ネットフリックスでやってるのかで、いや、俺も顔ちゃうなと思ってたよ。そうなんですよ、これが出てるんですけど、実は違うんですよ。上は完全にサムクック。これがサムクック。ね、これは三国やね。どうしよう、覚えておいてもらいたいな。っていうね、そういうのをずっと調査してはるとはいはいはい、レイヤー今度行きますね。で、これがね、シカゴにねクラークスデイルから出て行って、お父さんがシカゴに、そうそう、大恐慌時代でね、もうあんまり麺が売れないいうことで、南部から北部へね、アメリカの北部へ行くんですけど、うん、行くんですけども、で三国の家がここにあって、まあ、チェスレコードっていうのはこの下の方に、ね、結構近いですね、そのパート、はいはい、ね、そう考えるとクロスロードも近かったし、チェスも近いし、この通りのブルースと近い下ぐらい、そうなんです、ブルースが近い、ね、で、これがサウスコテージグローブっていう通りなんですけども、で、その上の方にカーティス・メイディフィールドとかが育てる、シカゴやから、はいはいはい、それが北部なんで、どっちかというとあの人は都会的な感じ、あ、こっちはちょっとやっぱり田舎、サムクックは田舎的、あの南部のね、カールがして、で、そうですね、これがウエストポイントっていうあの教会なんですけどもそれがここなんですね。これがよく通ってて、その教会に通ってたんですよ。そうです、そうです、そうです。で、一緒にゴスペルを歌ってて、で、そこのところに、家に、ここにあった家っていうのがこういうレノックスビルディングっていうレンガ造りの家で、3階建てのこっち側なんですけどね、3階建ての家で、たくさんの昔の写真ですか？そうなんですよ、昔の写真でね、当時の、そうなんです、当時の写真で、で、もうすごい黒人の、シカゴの 90% ぐらいの黒人がもうここのロンズビルに住んでたんですけども、でサムはもう歌を小さい頃から歌って、こういうところの
おばさんのところに行っては歌を歌って小遣い稼ぎをしてたっていうことで、でここにね前は鉄道が走ってたんですけども、この鉄道の終点駅でサムを歌ったりとかして、そこでもこう小遣い稼ぎして全部さっきのインディアンのお母さんにみんな儲けを渡してた。そうだ、はいはいはい、その時はねサム・クック一人で歌ったりとか、はいはい、してリンクスポーツとかのねポピュラーミュージックをゴスペルじゃなくて、はい、歌ってたと。でこれがねここに36ストリートっていう通りがここの家からあるんですけども、ここでここが今サム・クック通りっていう通りに名前が命名されて8年前ぐらいですかねなってて、こういうふうに今表示がされてる。3月6日や。そう、サム・クック駅、ね、これなんか気づくことないですか、サム・クック駅。いや、36？ そうだよ、サムや、ね、サム、日本的に言うと、ね、要はほんまや、要は日本語やのに、そうなんですよ、イースト36番ストリートって言うんですけども、サムクックウェイがサムクック通り、これでもうまい、いやいや、だまされますよ。だってサムクック通りの中で35とか34とか37もあるでしょ。があるんですよ。36個取ったんや。だからこれがたまたま36の通りがサム・クック通りですよ。あ、そうなんや。この上に、そうです、35、36、37って続いてて、38、9ぐらいがチェスレコードがあるあたりになるんですよ。数字今日何日？今日3月6日です。でこれあのね、また引っ越して、サムが結婚して引っ越してロサンゼルスね、次ね、ロスに西海岸です。はいはい、もう移る、だからアメリカってこの南だから東西南北あって、うん、こっちの方ね、そうですね西側ね、西側、はいはいはい、だから南から北行って西に行くってそうですね、大阪やったら南高の方、いや違う、まあまあ南高の方か、はい、大阪で名前で大阪やったら堺から梅田に出てきたものの大阪港に行くみたいな。わかりやすい、なんでか。でサムの家がここにあるんですよ。ここがサムの家で、ちょっと丘の上にあるんですけど、ロサンゼルスがね。あって、でお墓もこの辺にあるんですね。でここの赤いところがハシエンダモーテルって、サム君が殺されたところ、ね、ここからここに書いてますけど、車で大体19分ぐらい、ここにね、あのレストランが、サム君が最後に食べたレストランがあって、ここから結構遠いっすね。そうなんですよ、でも19分、ここからだからもう10分ちょいぐらいで、車やったら近い、そうなんです、ハイウェイがあるんでね、そこでスポーンと行けるんですけども、まあでもちょっとビバリーヒルズも気になる。そうなんですよ、ビバリーヒルズ、ね、ディガー死んだしね。そうそう、そうなんですよ。あとパサディナのおばあちゃんも気になります。ああ、そうなんすみません、お墓のね、お墓がこんな感じであるんですけども、でこれ間違ってるんですよね、1930年っていうのが、本当は31年に生まれなんですけども、30年で間違ってたりとかいうことがあって、ここも行ってきたんです。これね、あの身内の人じゃないと中にお墓の中に入れないんで、お墓見学行きたいなと思っても行けないんで、でここハリウッドのね、あの何でしたっけ、なんとかウォールっていうところがあって、そこに星型の床にね、通りに、はい、でお墓にお花が添えられないから、こっちの星型の方にお花が、あの行ってきたんですよね。そうなんです、ここも行ってきてね、賑やかなとこでした。グーグラスで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 、そう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 、これがさっきのハシエンダモーテルのね、あまり外観っていうのがね、あまりなくて、これこんなちょっと荒いあれしかないんですけども、こんなところでなくなって、で今のハシエンダモーテルがこんな風になってるっていう、ここはスーパーになってるんですかね、でスーパーの駐車場になってるんですけど、ここがこの字型になってて、これはもう本当このハシエンダモーテルの時と同じようにこの字型になってて、奥のところでサンバ車は止めて、ここの手前のところにあの管理人室があって、そこにフェラーリを止めて亡くなったっていう感じなんですけどね。
今はこんな感じ。これがそのロサンゼルスの聖家の門のところなんですけどもね、ちょっと丘になってて、はい、エムズストリート、そう、ここにちょっとプールが見えてるんですね。でこれちょっと分かりにくいんで、上から見た不動産のところがあって、これもグーグラス、そうそうそう、これね、8000、日本円で8000円、8000じゃないわ8000万、8000万、そう、8000万で売りに出されてる、ね、どうですか、そう、そうなんです、そんなに高くない、意外とね、ここにプールがあって、ここで、ね、これ死んだの、そうなんですよ、ヴィンセントっていう息子が亡くなったプールでね、サンコックがプール付きの家が欲しいので、最高の女とベッドでトンペリやりたいです。話を待って、ね、で ここにね、いろいろフェラーリとか止める駐車場になってるっていう感じの家なんです。でもこの成功者ですね。そうなんです、これね、このまままだ残ってるんですよね、ここはね、売りに出されてる、売りに出されて、でも今誰か買ったのかもしれないですけど、そうで、ちょっとコパはね、昔のコパがこんな感じなんですけども、ちょっとテントが鳴ってね、白人の方がいっぱいいるんですけど、サムのコパの時でも白人ばっかりじゃなくて 30% ぐらいは黒人の観客だったっていうことで、でコパがバーナーですね、コパがバーナーね、で中がね、こうやってヤシの木がモニュメントがあって、でこういう コパの象徴の女の人のこうイラストみたいなのがあるんですけど、その時のサムの写真っていうのが最近出ましてね、こうやって見たことないでしょ、スーツ姿のコパ、これがコパの写真。じゃあライバルコパのジャケット、そうね、これがコパのジャケット、そうなんですよ、このシャツ姿っていうのはあるんだけど、このジャケット着てるっていう姿っていうのはこれ珍しいんですよね。確かに、あのシャツの色にはね、ここにヤシの木があってね、ここに女の人、だから間違いなくコパだっていう。コパはね、4回ぐらい移転してるんですよ。そうなんですよ、移転してるんで、あの今話題のグリーンブックっていうのが、改装中にイタリア人のドライバーがこう転々として回る話なんですけども、そんな感じで見ていったんですけど、全然もうビルの壁みたいなだけだったんで、面白くないなと思って、ちょっとここで割愛させてもらったんですけど、はい、今むしろビルの壁でしたもん、はいはい、でこれマイアミでハーレムスクエアだところね、マジですか、はい、ここがこの赤いところがハーレムスクエアがあった場所で、でここがソニー・リストンとモハメド・アリが試合した場所っていうのがこの辺りこれね、知らなかったんですけど、ハーレムスクエアよかニューヨークやと思ったんですけど、いえいえ、マイアミです、マイアミのハーレムスクエア、そうです、冬じゃないですか、1月の寒い時にやるから、だいたい1月の寒い時っていうのは暖かいところに、そうなんです、マイアミ州なんや、ハーレムスクエアって、そうなんです、そうなんです、でキングカーツとね、だってこのね、ちょっと隠れてますけど、このちょっと上ぐらいがサム・ムーアの家があって、サムムーアの家がこれ、今サムムーアの家が初めて行ってみよう、そう、ビートストアって書いてスーパーになってるんですよ、もともとこんなシティボーイやったよね、そうなんですよ、だからもうゴスペル時代からあんななんかメンミスに行ってるってことは、要はなむっちゃ田舎に行ってる、そうなんですよ、田舎、逆にサムムーアはサマードベイク行ってて、そうなんで、そうですね、これがハーレムスクエアのね、ちょっと告知のあれなんですけども、知ってあります、これここにね、まあ、キングカーティスっていう名前もここにあるんですけども、ここにザ・チェッカーズってあるんですよチェッカーズと共演してたっていうのちょっとここちょっと笑う今笑うとかやからね、真面目な話してるよ、めっちゃ嬉しそうやいやいや、ブログでもサム・クックはビートルズと対話してたりとか、ね、そうそう、ほんならそのビートルズ何ていうの、ね、誰も信じてくれないですけどね、何ビートルズでしたっけ、ブラウンビートルズ、ブラウンビートルズ対話してたり、黒人のバンドと対話してたら全然ウケないなんかね、このチェッカーズもウケないまあ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 、まあ、でね、これ時間もね、皆さん何時からなんですか、ちなみにアーリーセットっていうのが10時から1時まで、早い方
で10時からやない。そうなんですよ。だからね、サムはね、メインアポトなんで、その1時から4時までっていう、レイトショーでやる。レイトショーなんや。そうなんです。1時から4時まで。そうなんです。大体ね、まあ、この辺はもうちょっとね、あれですけど、ニューヨークとかだったら、もう他の有名な歌手とかが終わってから、そう、ね、そのメインアポトで、まあ、みんながそっちに押しかけるみたいな感じで、だから終わったらもう朝なんですよね、4時ぐらいで終わってる。あの伝説のライブ版は実は朝に終わってた。朝に終わってた。すごい。だからあんまりティーンエイジャーとかは入れなかった。ああ、なるほどね。うん、マジで。そういうこと。でこれがね、今のハーレムスクエアのところなんですけども、結局空き地なんですよ。何もないよ。そうなんですよ、空き地で。何とか書いてるやん。そうなんです。これね、売りに出されてるんじゃなくて、125ドル、今日本円にしたら1億4000万ぐらい。高っ。これね、いや、ハーレムスクエアでここ書いてるわ。ハーレムスクエア、これ再建するっていうことなんですよ。あー、なるほどね、うん、ここにハーレムスクエアを再建して、クラウドファンディング、クラウドファンディング、ファンディングでお金を集めて、その1億4000万集めてまた建てますという。で1億4000万建てた予想図っていうのはこれなんですよね。これ誰が作ったんですか。そういうこれ予想図で出てたんです。クラウドファンディング、 Google Earth じゃないですけど、クラウドファンディングで、ファンディングで建てるっていうのがこのスクエアのね、ハーレムスクエアで、であのレストランと一緒に併設したスクエアっていう、ハーレムスクエアっていうのをまた建てますっていうことなんですけど、まあ、お金が集まるのかなっていうところですね。でも音塚さんは一口ぐらい出したでしょ。ね、出したいところですけどね。でもうこれ終わりなんですけど、はいはいはい、ちょっとトートバッグを作ってきたので、おお欲しい方にあげようかなと。いや、みんな欲しいです。全員欲しい。全員欲しい。いや、ほんまに。全員欲しい。なんか嬉しいな。いや、いらんって言われたらちょっと困るな。いや、いらんやつは取られないでしょ。で、まあ、スクエアっていうことで、サムの口ってね、こう四角くなって、トータスもそれを真似しようと必死になって四角くしてたんですけども、で、これちょっとサムクックでハーレムスクエア、まあ、口が四角いうことでマウスっていう風に返させてもらったっていう、これでちょっといらなくなったって感じ。投げてこれ分かります。これ何をモチーフにしてるかっていう、この四角い口いうことで、皆さん知らないですか、ゴールデンエッグスっていうアニメのね、 あれをちょっとこうモチーフにサムクックさせてもらって、四角い口っていうことでね、これどうしましょう。何個あるんですか。1個だけ。いや、ほんなら欲しいの。じゃんけんしましょう。いいじゃん、しましょうか。はい、どうしましょうか、はい、これで終わりましょうか。じゃあ、ほんなら行ってください。はい、最初はグー、最初はグー、ちょっとちゃんとして。はい、じゃあ、サムクックじゃんけんほい。あいこと負けた人は下ろしてください。え、もう一人勝ち。あ、やったー。